のね、議論してるよね。議論でね、やってほしいです。ね、二人お付き合いしてるの。親子。兄弟。昔付き合ってた。別れた男女が今またトロピカルビーチで、感動のデイをする。あ、違う。ごめんね。でもこの、やっぱいいよね、この雰囲気の中でさ、この放送ができるって、多分、ね、沖縄県探してもなかなかないよ、このロケーション。ロケーションは素晴らしい。素晴らしいよね。僕も県外でいろいろコミュニティ FM 見に行ったんだけども、はい、神奈川県にもあってね、はい、でそこが、マリーナの中にある、はい、そこもまた素敵だったんだよ、でそこと、ね、そこと本当にね同じぐらい、いやこっちがかってんな、海の青さが、青さはやっぱ綺麗ですね、やっぱね、面白いですよね、グラデーションっていうのを緑と青と白と、はい、ね、最高ですね、うん、心洗われるよね、夕日もね、最高なんですよ、うん、ここ最高、ここ最高だよ、うん、彼女とかね、家族とかで来ると最高だよ、藤村君、そうですね、うん、早く作れば彼女募集中でございます、よろしくお願いします、はい、額が狭いです、心は広いですよ、そう言っておきます、いいキャッチフレーズできました、はい、そこでなんだけども、はい、なぜ今藤村くんがいるかというと、そうですよね、藤村くん、はい、説明して、じゃあ日曜日のお話ですね、日曜日の話、はい、今週日曜日に去年ウォーターバブルフェスティバルっていうイベントを開催させていただいたんですけど、トロピカルビーチで、はい、今年は茶館で今まで行われてました ID キャンプっていうレゲエイベントと、うんうん、あと今年の1月に遊び市でタイアップしたイベント、ガチ飯グランプリの、うん、ウォーターバブルフェスティバルの3つのコンテンツを一つに、会場一つにまとめたイベントを今週日曜日行います、うん、でこのタイトルがアイランドミュージックフェスティバル2017、うん、これが今週日曜日12時から、うん、トロピカルビーチで開催、ここで、はい、ここでね、今着々と、もうこれ準備じゃないね、はい、これ工事だよね、もう工事ですね、すごいよね、ユンボがねの入って、で、はい、砂浜ほじくり返して、なんか落とし穴でも作ってんですかなと思ったら、はい、何を作ってんの、プール作ってます、砂浜にプールを、そうです、プールの大きさも去年の2倍、画期的だよな、もう小学校のプールより大きいです、だって、まず考えてごらん、はい、砂浜にプール作るって、海が隣にあるのにプールをわざわざ作るって、もう基地がいいですもん、本当に。これがわからない。でもその常識外れがまた楽しいな、はい。まあそうですね。イベントってこうあるべきだよ。うん、本当に非日常だよ。まず、皆さんに言葉だけ伝えると、はい、海があって砂浜があって、その砂浜にプールを作りますと。はい、これだけ言ったらバカかと。そうですね。だけど。今年はさらに、うん、プールの中にバーカウンターも作りました。なんかさ、さっきを見てたらなんか仕掛けあるなと思ったら、やっぱそういうことか。はい。いや面白いな。面白い。これはいいな。これって誰でも行けるの？あ、これはですね、うん、有料イベントとなってるんですけど、うん、12時から16時までにご来場いただいた方は、うん、リストバンドを配布しますので、うん、入場無料です。嘘。16時以降は、料金が発生します。うん、じゃあ、ぜひ16時以降に来てほしいね。まあまあ、そうですけど、まあ、早めにね、はい、16時まで来ていただければ、うん、はい、入場無料とか、ね、いやー、これいいよ。もう、天気も多分ね、いいと思うんで、いいここで、はい、海を背にプールに入って、バーカウンターでお酒を飲む。はい、夕日が沈む、で、隣には彼女がいる。はい、藤村くんは働いている、働いてますいやもう楽しいと思うよ、この、はい、トロピカルビーチでこんなイベント、本当にありがとうね、いやいや、とんでもございません、また来週また来週もう終わり、この3連休なんですか、3連休、いや日曜日だけです、日曜日に開催します、日曜日に開催なんですね、はい、うん、いや、やっぱりこの西海岸地区はね、宜野足だけではなくて、やっぱり沖縄の宝だよ、で東は、うん、東海岸地区は東海岸地区で、まあ、朝日が昇ってくるので、うん、健康的なイメージがあってね、はい、うん、そうで、そこではなんか元気よくね、なんか昼間のイベントとか朝早いイベントとかさ、うん、やって、で、
暗くなるよ、暗くなりそうだよっていう時にまた西海岸に遊びに来るとか ね、沖縄の満喫の仕方っていうのは、東と西でそんな距離がないので、はい、縦に長い、ね、あの沖縄、本島なの でそういった楽しみ方もあるよね、はい、うん、こんな話ばっかりでいいのかな。だって俺ここに来たらこの話しかできないもん。ビーチがうっとりしちゃいますよね、うん、ほら 前からまた多分ねアジアの方だよね、はい、観光客だよね、やっぱり今日もたくさんいらっしゃってます。ニハオニハオ、どうも。違うのかな、はい、韓国で韓国語はなんていうのかな、こんにちは、アニョハセヨじゃないですか。アニョハセヨか、アニョハセヨ、あないな、じゃあどうも、絶対そうだと思うんだけど、はいはい、はい、ありがとうございます。ニハオアニョハセヨ、あビール飲みたい、ビール飲みたい。日本の方ですかね。日本じゃないですかね、もう、うん、あまあ、この素敵なロケーションの中で、はい、日曜日で僕らの前では作業を着々と進めているスタッフがいて、ね、はい、このクーラービンビンに聞いたところで藤村は、ゆっくりしてると。スタッフの皆さん申し訳ございません、はい、もう少しで終わりますので期待狭いです。そのアピール今ちょうど入場ゲートを作ってます。あ、なるほどね。ここが入場ゲートになるんですか、はい、ですまあ、サブゲートも設けてるんですけど、あの、うん、一番端のスロープのところですね、うん、駐車場ここはねトロピカルビーチの、まあ、一つのメインゲートですね、このアーチのね、はい、これ前水が出たんだけど今どうなのかな。今出ないです。出ない。壊れてるって言ってます。ずっと前からですけど。絶対出せるようにした方がいいと思うんですけどね。これは僕には言わないでくれ。これは先回ってし、宜野湾市から行った方がいい。そうですね。予算つけてくれと。はい。はい、素敵なロケーションですから、ちょうどこの、うん、このアーチがあるじゃないですか。は、う、い、ん。この、ちょうど合わせて設計してるんですよね、このサンセットが。うんうん、これを楽器に映るから、すごい素敵だなと思いますよ。このアーチの下を彼女と手をつないで3回くぐるといいことがあるっていう物語を作ろうか。作ろうか。作りました。今から作りました。はい、今から3回通ったらいいことがあるみたいですよ、皆さん。うん、ね、夕日に向かってね。はい、いや、でも、まだ来てない方、来た方はもう絶対来るんですよ。リピートするんですよ、ここは。一度来ていただきたいね。そうですね。県内の方もね、ぜひ来ていただきたいというような。ロケーションですよ。仕事終わった後とかちょうどサンセットが見れると思います。ああ、はい、そうですね。とても素敵でな感じで見れると思います。ここでね、缶ビールプシュって開けてね、はい、飲みながら、もうどんな彼女でも綺麗に見えると思うね。ね、そうですね。あ、それと、一つ、もう一つ案内しないといけない。ちょっとだけ、あのポスター、ちょっと、このイベントとはまた違うイベントがあって、これも、ちょっと、宜野湾市のイベントなんでね、先ほどの藤村くんが話した何だっけ、タイトル。アイランドミュージックフェスティバル。うん、は、これは16日の日曜日だよね。はい、今週の日曜日。15日の土曜日にも、実は、このトロピカルビーチの隣にある、多目的広場の中にある、野外劇場。5000人収容の、はいはいはい、そこでビキニアワフェスっていうのが開催されるんですよ、はい、こちらは、まああのですね、ちょっと見ると、まあMC の、ロッドとか DJ リュウさんとか、まあ、いろいろ来て、ビキニカーウォッシュってビキニの女性が車を洗う、はい、よくあるじゃない、はい、ありますね、ね、泡つけて、そう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 、はいはいはい、ああいうのとか、あとスピードボート隣のマリーナからスピードボート乗ったりとかね、でビキニで来た方は500円のオフ、一般が1500円なのよね、15ドル、1500円、これもねちょっと楽しみで、泡まみれになろうかな土日は。土日どっちも泡まみれですね。泡まみれですね。いいね。でそれもね、あの楽しんでぜひ、これにもお越しいただきたいですね。はい。はい、楽しめますね。うん、そしたら、うん、そうですね。あのビキニフォームフェストっていうところで検索すればその、細かい情報も見れますので、ぜひ、こちらにも、今週末土日
は、宜野湾市の海浜公園、で満喫してください。満喫しましょう。はい。すごい楽しくなりそうな3連休。ですね。ねえ。あ、そうだよ。世の中3連休だよ。そうですね。連休ですよ。うん、ねえ。この週末は。いいね。海の日だっけ？海の日です。海の日。はい。いいね、楽しみましょう。海の日なんでね、海で遊びましょう、皆さん。そうだね。ね、トロピカルビーチにぜひ。そう、うん。そうですね。はい。くれぐれも、泥酔して海に入らないように。そうですね。はい。海は怖いところですんで、はい。はい。ちゃんと安全対策すれば、すっごい楽しいところなんですけども、はい、ちょっとでもね、油断したりね、監視員、管理人の言うことを守らないで、そうですね。やると、はい、ね、痛い目に遭うのは自分なんで、はい、僕も経験あるんですよ。あ、そうなんですか、ね。遊泳禁止のところで泳いで、ね、大変なことになったとかね。うん、やんちゃですね。いや、もうただその辺はね。あとはまあビーチなのでね、はい、ここは、ちゃんとクラゲのネットもあるんでね、はい、あ、ハブクラゲの心配はないんですけども、はい、ね、そういったところで安全に楽しんでくれたらなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。で、コーナーは？コーナーは？はい、別のコーナーに行きましょうか。行きましょうか、うん、今ね、ツイキャスの方にコメントをいただいてます、はい、うん、メイグ会長、暴れる君、こんにちは。暴れる君、暴れる君もよく言われてますよ。はい、ありがとうございます、はい、これ何の番組ですかっていう質問がね、なんだから何なんですかね、僕もやってて。いやまあ、宜野湾市を、宜野湾市が好きな人がやってる1時間の番組、うん、とにかく宜野湾市のいろんなものをアピールしたい。そうですね、宜野湾市の魅力をそうお伝えする番組でございます。そうです、はい、はい、そんな番組です。よろしくお願いします。はい。じゃあここでもう一曲いきましょうか、うん、はい、はい、じゃあ次の曲は、うん、何でもいいですよ、夏、はい、夏に関係するものだ。はい、じゃあサーカス行きましょう。はい、いいね。はい、ミスターサマータイムです。はい、じゃあ私はそろそろよろしいですか。うん、 OK、 OK です、ありがとうございます。大丈夫です。クーラーで涼んで、うん、ね、ルービーは僕らもちょっと顔出します。なんか呼ばれてるので、うん、うん、泡出すため、泡のレンタルが入ってるので、うん、土曜日、そっか、土日すごいで、月曜日はプールそのまま残しておくんですよ、うん、で、ジャハコさんがイベントするって。あ、そうなの、はい、あ、よかったね。じゃあ撤収はそこがやってくる。結局、撤収は火曜日やるんですよ、うん、はい、月曜日は会場が閉める。ここはいいんですよ、会場の施設の説明の管理が。いや、俺も土日月は来ないといけないんだな。そうですね。すごいですね。観光客が多いですね、今。うん、これ見てたらみんな聞くだろう、何するんですか。あ、そうそう、みんな聞きますよ。あの、だもうちょっとで仕上げ切れるんで、ちょっとやっつけてみましょうね、うん、日焼け、ママチャリで素焼けですかって。ママチャリで素焼け。よかったな、ママチャリな。はい、はい、なんとか、うん、俺の知り合いも結構出てたよ。あ、センさんのところも来てた。あ、そうそうそう、センセン行ってたね、はい、うん、でも僕あれなんですよ、ママチャリ実は行けなくて、うん、オンラソンのイベントに来てたんですよ。うん、もともと入れるよって言う、入れなかったんですよ。うん、だ制作だけ、準備だけして。うん、はい、海に似合わないとかできるって。あ、こっちヤクザを断りしてくれ。すみません、よろしくお願いします。OK! ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあ何だ、海が似合わん男が来たな。スーツで来ようかと思ったけど。ああ、本当に。役者のイメージ悪くなるけど。なんか薬の匂いがするで。白い粉の。ハーブ。はい。あ、これかな？終わってから？ハーブで。こっちできちっとやるからそっちふざけていいからね。ピー音がたくさんで、あ、うん、今日はでもピーコじゃないんでしょ。あ、そうです、まともにいけるよ。横浜 DeNA ベイスターズ、次、はい、
そっか。職員、うん、藤村さんは職員じゃないですか、うん、藤村は、うん、あの琉球開演祭花火をメインに、まあ、あのイベント会社、うん、じゃあもうすぐ曲終わります、うん、間違えた。曲が違う。はい。始まりました。はい。あつこは知るべき横浜 DeNA ベイスターズコーナーです。はい。なぜ横浜 DeNA ベイスターズかというと、はい。この宜野湾の地、このトロピカルビーチのすぐ横ですね、多目的広場で、そして、宜野湾市立球場。というのがあるんですけども、はい、そこで横浜 DeNA ベイスターズが2月1日から1ヶ月間キャンプを張っているということで、これが、はい、もう30年ぐらいなのかな、もう30年ですか、はい、なりますよ、はい、なので、まあ第二の地元そうですね、ね、横浜でもいいですね、うん、でそこをですね、まあ、横浜 DeNA ベイスターズを応援しようという企画のコーナーになってますね、はい、はい、昨日もね、サザンこっちで放送を私してたんですけど、うん、そこの今ここの売店の棚にですね、はい、ベイスターズの T シャツ置いてるんですよ、はいはいはい、なんでベイスターズなのって言ってね、うん、観光客の人が来てなんですよね、はい、はい、でベイスターズまあ、ベイスターズと、まあ、横浜 DeNA ベイスターズ球団もそうなんですけども、横浜っていう町と、はい、まあ、宜野湾市、はい、結構共通点があるんですね。おー、どんな？やっぱりベイサイドっていうところが一つです。あ、はい、はい、はい、で、まあ、横浜、神奈川県っていうのは、まあ、湘南とかありまして、うん、そういった、海、海浜のレジャー施設っていうのが多いんですね。はい、ここも宜野湾市も、まあ、この西海岸地区っていうのが一番観光のメッカになっていまして、でそこでね、観光客が多く訪れてくれていると、宜野湾市には1年間で約300万人の方が見えるんですよ。はい、はい、はい、で、まあ、その多くが、大体この西海岸地区を中心に来られる方が多いんですね。そういったことも、まあ、やっぱりベイサイドっていうところで、はい、ベイスターズ共通点があるんですね、横浜とね。結構行くんですよ、横浜好きで。行くんですか？行くんですよ。横浜の街って、はい、行ったことあります？行ったことないです。じゃんじゃん終わり教えてくださいよ。いや、横浜、めっちゃ都会なんですよ。都会なんだけどもゴミゴミしてないっていうの。うん、もう人が結構いるんですけど、なんかおしゃれなんですよ、うん、でゴミゴミしていないって、綺麗、あ、綺麗なお姉さんが通ってきました。綺麗なんですよ。で、なんでかっていうと、横浜緑税っていうのがあって。何ですかそれ？あるんですよ、これですね、緑税、1年間で900円、税金を納めるんですね、はい、新たな、もちろん他の税金もあるんですけど、それプラス900円ですよ、年間。一月75円を納めるんですよ。これ緑税って言って、はい、横浜市の環境対策に充てられるお金なんですよ。素晴らしい。はい、でこれで何をするかっていう、まあ、もちろん、ゴミを拾ったりだと、芝生の整理だとか、新しい植樹をしたりとか、その、植木を剪定したりとか、
当に綺麗なんですよ、町が。で、町が綺麗になるっていうことは、要するに自分が住んでる町が綺麗なんですよね。で、緑にあふれる、まあ、緑税ですから、はい、でそういった中で、税金が、投入されると、すると綺麗なところなので人は集まりますよね、うん、で、その土地の価値も上がっていくんですよ、はい、なので、横浜市の市民の皆様は、年間900円を納めてるんですけども、はい、自分の住んでる町なので喜んで納税されているという、すごい、はい、話を聞きました。いい循環ですよね、はい、だからとっても綺麗なんですよ、おしゃれですよ、はい、そうなんだから好きなんでね、よく行くのは港未来地区っていうところがあるんですけど、ね、はい、あの本当に横浜 DeNA ベスターズがある球場があるんですけどね、はい、横浜スタジアム、そこからもうすぐ歩いて、どのぐらい、うん、まあ、向こうから中華街も隣なんで、うん、歩いて10分もすればもうその山下公園とか、はい、そういった綺麗なところがあって、でそれからもう少し歩いていくとランドマーク、うん、まあ、あのとか、あと遊園地とか、はい、すごいんですよ、とにかく綺麗でおしゃれ、いろんなスポットがあるんです、はい、横浜大好きですね、はい、その横浜にある本拠地を置く横浜 DeNA ベイスターズが、ちょうど昨日、はい、前半戦を終了しました、はい、これからまたあのオールスターというお祭りがあって、でそのオールスター終了後にまた後半戦に入っていくんですけども、はい、ちょうど横浜 DeNA ベイスターズは、昨日で80試合を消化しました。はい、80試合、はい、80試合なので、80試合を消化して41勝39敗2つの貯金、はい、これはですね、何年ぶりだろう、おそらく貯金をして U ターンするのはおそらく何年ぶりだろうな、結構9年とか10年ぶりぐらいじゃないかな。あ、そうなんですか、うん、すごいことなんですよ。今年は、はい、どうです、はい、いい感じ、あ、いけますよ、いけます、ま、間違いなく、あの、まあ、何回もこの番組で言うんですけども、とりあえず3位 A クラスって言うんですけど、3位を確定させて、で3位までは、3位に入ると、はい、その中で1位になったチームと戦う権利を2位と3位で戦うんですよ、はいはい、戦って、で2位と3位で勝ったチームが1位と戦って、でこのリーグの代表を決めて、でもう一つあるパリーグ、横浜はセリーグなんですけども、はい、パリーグの代表と戦って日本一を決めるんですよ。うん、だからとりあえず3位に、必ず3位には入ってほしい、入って、はい、今3位なんですよ、はい、これね、このままね、はい、このまま、いや、実際広島東洋カープが今1位なんですよ。結構厳しいかなと思うぐらい強いんです、向こう。昨日負けたのは広島さんに負けたんですけども、現実的に2位狙い、はい、うん、ここは1位と言いたいんだけども、とにかく、ね、2位をになるために、まあ、今ある2位は阪神タイガース、なんですよ。今年阪神強いですね、はい、そうですね、阪神もともと自力のあるチームなんですけども、うん、今年強いです強いですね、はい、強いです。前半ずっと勝ってたイメージなんですか、はいはい、ただ、ちょっと最近元気がないんですけども、あの、2位と3位の差はどんなんですか？2位と3位の差は、はい、昨日ちょっとごめんなさい、多分ね 1.5 とか 2.5、なので2試合あれば追いつく、まあ、2試合 DeNA が勝って2試合阪神が負けると追いつくとか、ね、そのぐらいですね今は。だから、まあ、まだ2位は狙えます、狙えますね、狙えます。欲張って、どん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 いい投手とかバッターをつぎ込んで、はい、1位の広島と、ね、ガチで戦って潰されるとあれなん、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、とりあえず、まあ、今は目標2位というふうに置くんじゃないかな。これはあのベスターズの関係者が聞くと送りますが、多分、いや、あくまで優勝を目指してるんだとい う, 言うとは思うんですけど、ね、そうですね、うん、だからいい調子で来てるんで、それをまた宜野湾市民、そして横浜 DeNA ベイスターズの皆さんとですね、一緒になって、喜びというか、ね、応援する企画を今、宜野湾市の方と企画しておりまして、パブリックビューイング、
わあの大勢でね1000名とか2000名とかで一緒になって大画面で、はい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 、ビール片手にいいねあのどんちゃん騒ぎしながら応援するという企画も今、立てております。はい、はい、場所、はい、場所とか時期的な、時期的なものはやはりあの終盤になってからなので、10月、9月の後半から10月にかけて、であと CS が決まったら CS、クライマックスシリーズですねとか、でそれも勝ち抜いて日本シリーズになると、そこも放送したいなというふうに思っています。はい、宜野湾市民みんなで応援したいですよね。そうですね、それは、はい、あのまあ、いろいろ12球団あるんでね、まあ、いろんな球団のファンはいると思うんですけども、ここは横浜 DeNA がゆかりがあるところっていうことで、はい、まあ、DeNA 応援してほしいですね。はい、ね、今年楽しみですね。とても楽しみです、まあ、あの楽しいですよ。144試合楽しめるんですから、はい、あのやっぱり野球ファンになった方がいいと思います、まあ、もちろんサッカーも楽しいです。僕もサッカーをやってたんでサッカーの楽しさを十分知ってるんですけども、うん、スポーツの観戦する楽しみっていうのは皆さんね、まあ、知ってると思うんですけども、より熱狂できるっていうのであれば、なんか選手とかね、好きな選手を作るとかね、うん、そういったところで、まあ、調べて応援する選手とかね、あと県出身の選手を探したりとかね。ああ、はい、そうですね、はい、その選手を知るとまた楽しくなってくるんで。そうなんですよ、楽しいですよ、はい、横浜には今2人の選手が一軍で頑張ってますね。はい、峰弘樹選手がいまして、はい、であとは平健太郎、平選手、はい、がピッチャーなんですけどね、はい、その2人もまあ頑張ってますんでね、これは、はい、ぜひとも県民でまた応援していきたいなと、ね、応援していきたいですね。はい、はい、思います。はい、そんなところです。そんなところですね。はい、はい、じゃあここでもう一曲いきましょう。はい、もう一曲はまた夏。夏。はい。今日は夏特集ですよ。はい。じゃあ稲垣潤一さんの、はい、夏のクラクション。これいいんですよ。これ表も流れてるこの音。流れてます。この歌めちゃいい。聞いたことある？ますか。横浜赤レンガ倉庫、赤レンガ倉庫も綺麗だよ。そう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 、そっか、うん、横浜なんですね、赤レンガ倉サビ聞いたことあります。ん？サビ聞いたことあります。サビ？このサビ。あ、この歌？うん。この方は関東の方。関東？はい。おお。あ、県外の方。はい。ああ。沖縄が好きでよく聞いてくる。あ、そうなんだ。赤レンガ最高だよ。行ったことないです。あとでちょっと動画見せるけど、はい、もう横浜ってもうイベントやるじゃない、無料イベントとかやるでしょ、うん、そしたらそのイベントで人が集まるじゃない、はい、普通ざっとってなるといろいろごちゃごちゃしたりするんだけど、うん、みんな、なんていうのかな、紳士というか、うん、ちゃんと列も守るし、ゴミ捨てないし、やっぱり綺麗なところだからゴミも捨てにくいのよ。うん、それはありますね、うん、元がね、綺麗だと、よくして帰れない。すっと、めっちゃいいよ。僕は、あれだな、やっぱり、東京に結構長い間で住んでたんだけど。そうなんですか。うん。横浜の、まあ、電車で40分ぐらいかな。都心から。うん、40分かからんか。かからんな。品川からとかって行くと、横浜まではすぐだな。
便利なのはやっぱ県外って便利じゃない、電車があるから。電車便利です。だって